はい、どうもよぴこと伊藤です。今日はですね、オンラインお茶会は何人でやるのがベストかといった配信をですね、以前させてもらったんですが、今回まあその続きとしてですね、まあその後何回かオンラインお茶会を開催してみて、実際に何人が今現段階ではベストなのかなといったのをね、私なりに一つの答えが出ましたので、今日はそれについてお話ししようと思います。まずまあオンラインお茶会だと初めましてで会う方が多いと思うんですけど、 Zoom で行って、やるケースが私の場合多いんですけど、まあ、結論から言うと、4人、これがベストです。1時間で、開催するのは4時間、4人ってことですね。これがまあちょうどいいんじゃないかなと、思います。これなんでかっていうと、まあね、やはりオンラインお茶会になると実際のでね、会って話すのとは違って、誰かが喋ってる時って残りの人って、まあ、黙って聞いてるような状態なんですよね。まあ例えばこれが4人で、リアルでね会っている場合は2対2という構図がね、出来上がると思うんですけど、これがね、オンラインお茶会の場合、画面を通じてマイクとスピーカーはね、みんな一つずつですから、どうしても他の人が聞くような体制になってしまうんですね。なので、例えば10人とか20人とかをやってしまうと、一人が喋っていると他の全員が聞かなきゃいけない。つまり、もう回ってくるのがね、自分の持ち時間といいますか、話せる期間がね、本当にもう、1時間で例えば、ね、60人あれば1人1分しかないわけですよ、話す時間が。そうなるとね、なかなかコミュニケーションも取れないということもありますので、まあ大体4人、5人、まあ多くて5人ですよね。だからまあ4人ぐらいがね、初めましての関係性だと一番いいんじゃないかなと、考えています。 Zoom の場合ね、人数が多くなった場合もブレイクルームという形で、まあ、細かく分けていくこと、部屋を分けていくこともできるんですね。例えば、20人いたとして4人ずつ5つのグループに分けて話をしてもらうっていうこともできますので、まあその辺はね、うまく分散させながら、人数は多すぎず少なすぎずを、保っていった方が、みんなのね、参加者の満足度も上がるんじゃないかなと思います。まあ実際ね、やってみて気づいたりとか、分かることだってたくさんあると思いますので、まあ、無料でもね、使えるツールなんかも最近は多く出てますので、ぜひね、どんなものかというのをね、参加したりもしくは開催したりして、楽しんでみてもいいんじゃないでしょうか。それではまたお会いしましょう。さようなら。